サリュート1号とソユーズ。サリュート1号は1971年4月19日にソビエト連邦によって打ち上げられた世界初の宇宙ステーションである。ソユーズ10号の失敗の後、ソユーズ11号によって3人の宇宙飛行士が訪れ3週間の滞在の間に各種の実験、観測や無重力環境が人体に与える影響の調査が行われた。 しかし期間中の事故により3人の命は失われ、その後の有人飛行は中止された。ステーションは無人のまま軌道上に留まり、同年10月11日に大気圏に突入して廃棄された。ロシア語でサリュートは、敬礼を意味する。サリュートには非軍事目的のドスと軍事目的のアルマースの2つの形式があった。サリュート1号はドスステーションで、 表向きには非軍事用だったが、実際には軍事的な任務もいった。サリュート1号は、もともとは第52設計局を統括する、ウラジミールチェロ名がアルマースとして、開発を進めていた。しかし、宇宙ステーションの完成を急ぐ政府の意向により、バシーリーミシン率いる第1設計局が途中から開発に参加し、ドスステーションとして建造が進められた。 サリューと一号は太さの異なる円筒が連なった、形をしていた。長さは13メートルで、最大直径は4メートルだった。余圧区画の体積は99立方メートル、質量は18トンに達した。電力供給用の太陽電池パネルは、ソユーズ宇宙船から流用したものを4枚用いた。ステーションは4つの区画から構成されていた。 ソユーズとのドッキングに使用される異常区画、生活や実験の場である主要区画、生命維持装置などのステーションの機能を支える装置を乗せた補助区画、ステーションの軌道を保持するための基幹区画であった。基幹区画はソユーズ宇宙船のサービスモジュールと共通の設計になっていた。サリュート1号に搭載された主要な装置として、オリオン1宇宙天問題と呼ばれるものがあった。 オディオン1は地球直径 28cm の紫外線望遠鏡を中心とした天体観測装置で200から380ナノメートルの波長領域のスペクトルを5ナノメートルの解像度で得ることができた。サリュート1号は1971年4月19日にバイコヌール宇宙基地からプロトン 8K82K ロケットを使用して打ち上げられた。軌道入は 予定通りに進んだが、科学機器米を覆うカバーが分離できず、計画されていた観測の一部が行えなくなった。しかしソユーズによる滞在員の打ち上げは、当初の計画通りに行うことになった。4月22日、宇宙ステーションへ宇宙飛行士3人を送り届けるために、ソユーズ15が打ち上げられた。4月23日、ソユーズは、 サルート1号とのドッキングを試みた。途中で自動装置が故障したため、手動操作による接近が行われた。ソフトドッキングに成功したものの、完全なドッキングには失敗し、宇宙飛行士がステーションに移常することはできなかった。5時間30分後、ソユーズはサルート1号から離れ、24日に地上に帰還した。6月6日、3人の飛行士を乗せた。 ソユーズ11号が打ち上げられ、6月7日にサルート1号とドッキングした。乗員がステーション内に入ると、煙の匂いが充満していた。空気が浄化されるまでの間、宇宙飛行士はソユーズで睡眠をとった。8日にソユーズは待機モードに移され、本格的なステーションの運用が始まった。地上では、世界初の宇宙ステーションの運用開始として、大々的に報じられた。 ソユーズ11号の乗員は宇宙ステーションの姿勢制御や軌道変更を行った。カバーの分離に失敗したため一部の観測はできなかったが、それ以外の実験は比較的順調に進んだ。オリオン1の紫外線望遠鏡によってシリウスとケンタウルスザベータ星の紫外線スペクトルが測定され、地球表面や大気圏の観測も行われた。長期の宇宙滞在が 人体に与える影響を調べることも重要な任務の一つだった。6月29日、23日間の滞在を終えた3人は、ソユーズ11号に乗ってサリュートから離れ、6月30日に地上に帰還した。しかし乗員はカプセル内で遺体となって発見された。調査の結果、大気圏突入直前にカプセルの空気が抜けていたことが判明した。ソユーズ12号は、 サリュート1号とドッキングする計画だったが、11号の事故を受けて中止された。実際のソユーズ12号は安全性を改善した新型ソユーズのテスト飛行として打ち上げられた。無人となったステーションは設計寿命の3ヶ月を過ぎても運用された。推進剤の消費量や空力特性のデータが集められ、以後の参考になった。 1971年7.8月には、空気抵抗による落下を防ぐ目的でより高い、軌道へ移動するためのエンジン噴射が行われた。しかし、同年10月に、電子機器が故障し、大気圏に安全に突入できなくなる恐れが生じたため、10月11日に、軌道修正を行って、太平洋上の大気圏に突入した。ありがとうございます。